はい、じゃあ後半行きましょう。ボスと一つ残り一つの国と国城か。中に撮ってるんで、ちょっと静かなテンションで撮っております。前半はね、ちょっと夜、まだ日が落ちてすぐぐらいに撮ったんだけど、それからちょっとバタバタっとしてたので、これで P が出てくるということで、分かりづらいです。今回のボスの場所はあれはね、分かり、ここは分かりづらいの。可愛いらしいね。完熟兵器 P でかいですね。いや可愛らしいじゃない。奴の装甲はあらゆる攻撃を吸収するプルルンボディだ。赤くなる上は奴の内部に乗り込み、内側から破壊するしかない。内部に侵入すると、よし、プリンの P か。ああそういうことか。そういうことかじゃないよ。まあそういうことか。プリンのピンね。卵使う料理ってこと？そして、
とね、あの殉職用の将軍が少ないんで、ちょっと雇わなきゃ。フィーが移動してます。可愛らしいね。はい、マスカット、あ、マスカットとマフィン、うん、殉職用になる。え、あ、うん、うん、一騎打ちする。あれ、いや、あれ何この色なあ。大丈夫ね、びっくりした、もう、適当に買っちゃうかな。殉職用の、このボス用の将軍を、なんかね、あんまりね、逃げてるとね、あの一定回数かな、なんか逃げるとあの卵、その都度、その逃げるとその都度卵が腐っちゃうような形になっちゃうんです、確かね。だからそれが嫌でね。いやー、これ外れだな。それが嫌で、逃げない、逃げないで殉職させてるんですけど、そのちょっとね、自分の記憶がそんなに曖昧なんで、まあ、調べればいいんだけどね。あんまり調べすぎるのはあんまり好きではないので。よし、みんな卵持ち。お、一番強い。まあ、強、うん、まあ、うん。シュゼットナストリーにみんな外れ。カシュがいい。卵持ってれば何でもいいです。はい、外れ。あと2分ぐらいやるかな。キャロットいる、コンポートもいる、デーメーテールいらない。デーメーテール引くんだろうな。ほら来た、あ、違うか。トレビスいらない、クミンいる、ピオーネもいる。トレビスを引く、星のもとに生まれた男が何を引くか。はい、ピオーネ。シャルドネいらない、ミモザいる。お、強い、ん、まあ、うん、お手頃な割に強い。はい、ミモ、ジェラいる、いらない、いらない。ジェラートを、ジェラートを引きましょうね。はい、真ん中。はい、ジェラート。おっ、ドリアン、うん、いらない。タルタルいらない。サフランいる。
左。はい。グレナもいらない。コリアンダーもいらない。チコリがいる。左。左だよ。違うよ。あと3回。プラリネいらない。フェデリーニいらない。ギーもいらない。強いですけどね。レモンのみ強いんですけど、いや外れ。じゃあいいや、これで頑張る。大して使えないキャラクターを。あ、マフィンいるな。ブレッツェルいらないな。71あるけど、そんなに。あ、馬なのか。馬なんですか。馬なんですか。まあいいや。あ、フェットチーネも馬なんだ。バード持ってこう。コンポートも馬。ちょっと馬系もったいないんだよな。こんだけいけばいいでしょう。徒歩の人5人のピン見た。下に行った。多分時計回りで行くんじゃない。こっち行こう。こう行けば多分ぶつかるでしょ。左来るかな。そのまんま下行っちゃったりしないかな。キャンディーを追加しましょう。どこ行った？左、あ、左行ってる。はい。
やっと乗り込んだ。こいつらと戦うの？親切だね。日本語に訳してお届けしてくれると。まあそんな訳すまでもなかったね。まあ強いね。500ですよ、1匹。くれくれ。どっちがいい？しかも卵持ちですよ。うわー、派手、やばい。最強のエクモンさん見た。勝てるわけないよ。勝てません。まあ、犠牲になってもらいます。逃げたら腐るから、腐るようになっちゃうからさ。逃げたら腐るようになるので、そのまま犠牲になる。回数減らしただけでもね、価値はありますよ。マッコウクジラテュポン、何出てくる？強いな、スカイプリンス。強いですよこいつも。259。うわダメか。はい、殉職。逃げたら半熟値もちょっと減るんじゃなかったでしたっけ。だからいいよ。はい、だいぶ池の卵が弱ってる。当たって。よけろ。痛いな。はい、オッケー。あとはこいつら。強いんですよね。石にしろ。3匹石にした。すみません。500あるのかない、みんな。あ、そうでもない。100ちょいぐらい。まあ大丈夫そう。わかんないけど。
こいつだけですか、500は。うえ、変な声でしょ。何それ。いや、転職してもらおう。はえ、いや、意味ないか。回復するか。え、なんで、なんでそんなわけわからんダメージ。追い込まれたから。倒せると思ったんですけどね。すんごいダメージ入りましたね。大丈夫かな。何だからそれ、何。ちょっと待って、ないよね。なんでそんなダメージ食らうの。ちょっと待ってよ。頼むよ。相手の生命体の HP が低いとこういうことは起きるってこと。大丈夫かい。いや、ちょっと避けないね。大丈夫かいね。もう攻撃でバシッと食らうと食らうってことかい。ほら、おかしいよ。マジかこれ。将軍いらないでいいんですけど。ファバード後に取っとく。取っときます。スモーキーガスト。もう攻撃やばいな。
ちょっと減らして、減らして。やめろ。もう攻撃やめろ。もう強いって。いいけどね、ハバードあるから。はい、オッケー。強かったな。自爆装置スイッチ。オン。バイパーのスイッチを押しましたね。はい。我々は完熟生命体。なんだ君はって言われたのに完熟生命体。答えた。完熟生命体ってなんすか。うん。話が長くなる。そう、あれはもう随分昔のことだ。我々は脱出する。逃げてった。誰か来た。話せば長くならなかったんですね。まあ長いから逃げてったかな。はい、ということで今回は今回はとりあえず P って何なのか分かんなかったけど、エッグマンナイトに変わる新たなヒーローが、来るのか。動画を締めようとしていたらちょっと新たな展開でね。次これか。これなのか。そうかそうか。エッグワールドを救った半熟ヒーローこと卵の前に姿を現したのは一体何者。そしてついに敵の世界へと乗り込む時が来た。果たして今度の敵こそ最後のボスなのだろうか。この敵はね、そうね、あの国のイメージしたキャラだね。メガキック。はい、ということで。ということでご視聴ありがとうございました。